二丁拳銃ってダブルやから、これダブルバレルと同じだろ。実質二丁拳銃。意味わかんない。ダブルバレルイコール実質二丁拳銃イコール実質二丁拳銃はダブルバレル。つまりこいつはダブルバレルだ。はい、田中90です。今日はね、あれですね、フォートナイトやっていきたいと思います。今回はね、二丁拳銃使って頑張っていきます。やばい。こんな感じで二丁拳銃はね、当たれば強いと言われました。なかなか当たんない時があります。はい。これが二丁拳銃のね、可愛いところですね。はい。こうやってね、当たるとすごい強いんですよね、この銃ね。割とショットガン超えるんじゃねと思う時もあったりしなくもないんですが、いかんせん当たんない時あるんですよね。当たんない時はほんと絶望的に当たんないですよ。エティクル自体は割と狭いのになんででしょうね。二丁拳銃のさ、なんか用語であるのはさ、よくさ、当たれば強いとかさ、理論上は強いみたいなことをよく言ってる人がいるのね。まあ自分もね、当たれば強いと思うんだけど、当たれば強いっていう、なんかね、用語はなんかね、擁護してるようで擁護してんのかみたいな。当たって弱い武器ってなんだよ、逆にみたいなね。こういうやるかなぐらい。こういうやるぐらいじゃないかな、当たっても弱いって。ボムとスコーやるってすごいよな。でも何回言ってもあれだな、このフェイタルフィールドとさ、砂漠の間ってなんかさ、別マップ感すごいよね。なんか同じマップなんだけど別マップが2つあるみたい。にしても敵いねえな、今回。やっぱあれだな、砂漠の方行くとさ、合わないよな、敵と。本当に合うね。一っ子一人も見ねえ。最後に見たの、倒した敵だけだからな。いるー、第一村人発見。オッケー。これでかいぞ。あ、ミスった。で、これー強くねえか。うっ、ダブルバレル来てしまったか。いやね、俺はダブルバレルじゃないね。こんなん二丁拳銃ですよ。これは二丁拳銃信じるよ。これもここでうろうろしてるのは別に迷ってるからではない。二丁拳銃信じてるから。やばいやばいやばい。やばい、二丁拳銃が。え？オッケー、はい、なんかいるんですけど、なんかいるんですけど、別人が。なんか別人がいるんですけど。オッケー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 、当たった。まさ、あのもう一人の方、どこに行っちゃったんですか。もう一人の方どこ行っちゃったんですか。これ落ちて死んだ説。まさかね。50だったからね、あいつ。落ちて死ぬってあるんだよな。パッと見はだって見えねえもんな。え？え？これなんで？え、なんでこれ死んだの？これどうした？これ。どういうことだってばよ。なんでお前死んだの？え？なんで死んだの？この人。不思議な生命体だったな。はい、ではね、相手にね、あの時何が起こっていたのかちょっと見ていきたいと思います。はい。まあ、こんな感じでね、まあ、最初はね、普通の建築勝負が繰り広げられていました。で、自分がちょっと不利になったんでね、無限の壁で逃げていると。で、これで自分が横から逃げようとして、まあ、ここまでは普通なんですよ、ここまでは。でね、ここからですね、はい。相手がね、いきなりね、空中を歩き出しました。で、こんな感じでね、あれですね、地平の彼方まで走っております。はい。まあ、走ってるんですけど、前は進めてないみたいな、ね、結構高度なことをやってる感じがします。この間にね、まあ、田中90は他の人と戦闘してると。で、相手はね、いつの間にかね、あれですね、消えていなくなります。はい。もうちょっとしたら消えちゃうのかな。いや、まだ消えないですね。まあ、ここはまだ戦闘中と。で、もうちょっとするとね、あれですね、どっかに行っちゃいます、多分。あれですね、新世界に行ったんでしょう。はい。こんな感じで、歩いてって、もうちょっとですかね。もうちょっとですね。はい。まあね、ここら辺でそうですね。耐えて、ここで、あれなんです。物資はこっちに落ちるかと思ったら、普通に、こっち側に落ちてるんですよね。多分ね、これを推測するに、ラグなんですよ。多分。ラグっていうかね、多分相手の回線落ちですかね。多分相手も一瞬で出てくる感じになると思います。ちょっと見てみましょうか。こんな感じで待ってると、いきなりね、名もないとかね、アイテムがね、無価出てきて結構面白いですね。はい。これはどういうことなんでしょうね。多分この時点で回線が落ちたんで、
っていう処理なんでしょうね、おそらくね。まあ今回ね、こんな感じでね、ちょっと面白いものが見れたんでね、まあ動画にちょっと付け加えさせていただきました。じゃあね、本編戻ります。本編どうぞ。ダブルバレルなんていらねえんだよ。二丁拳銃あれやね、勝てんだよ。二丁拳銃ってダブルやか、これダブルバレルと同じだろ。実質二丁拳銃、意味わかんねえ。ダブルバレルイコール実質二丁拳銃イコール実質二丁拳銃はダブルバレル、つまりこいつはダブルバレルだ。あ、いる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 、いきますね。あっちが取り行ったのか。まあ実質二丁拳銃があるから強いな。いや実質じゃない、本当に二丁拳銃だ。オッケー、これ先制攻撃でかいよ。当たれ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 、あ、当たらねえのかよ、死なねえのかよ、死なねえのかよ。逆にいや、もうめんどくさい、めんどくさい、ゴリ押す。もう諦めた。要は諦めたもん。綺麗な勝ち方なんていらねえ。二丁拳銃こいつ持ってんじゃねえか。二丁拳銃信じたらもうこいつも。いいやつじゃねえか。いい勝負だったんだよ。3すくみな、めんでえな。近距離戦が俺は得意だから、基本的にこの装備は。タイプ1個詰めるやつあるしね。おお、そっち行ったか。あっちが範囲ね。ってことは、こいつは多分ね、動いてくると思うんだよな。もう動いたね。で、フェイトっていうかね、フェイトが溜まってんのは明らかにあいつなんだよ。なんでかっていうと、俺撃ってすらいないからね。だよね、やっぱ。あ、そこから動かないよな。そりゃそうだ。俺でも動かない。あれ、あんな範囲ね、ガチガチだったら。これ面白いな。こっちもしっくんねえがな、一発あって。オッケー、終わりだ。やばい、ミスった。ミスってしまった。まずい。危ない。ミスりまくるよ。ん？どこ行った？どこ行った？これで。オッケー、二丁拳銃信じろ、二丁拳銃信じろ。二丁拳銃強い、ま、二丁拳銃をね、やっぱね、信じた結果がこれなんすわな。やばい、リレーメティの動画でバウンサーが強いだけって言われる可能性があるけどね、二丁拳銃ね、これ使ってみるとね、やっぱ弱くはないんだよね。弱くはないんですよ。41発1発の威力あるしよ。ってことは、接触だったら、まあ大体、2だっけな、2.5 とか忘れちゃったけど、まあ100ぐらい、100とか80ぐらい期待できると。で、紫色でね、しかもショットガンと違って、対建築破壊能力もあるんですよね。まあまあ、まあまあ。突き抜けるレベルじゃないけどね。まあ、ショットガンと SMG の昔から間の性能って言われたの、二丁拳銃。だから中途半端で弱いって言われてんだけど、まあ、どうなんだろうね。まあね、今ダブルバレルが流行ってるからね、割とね。まあ、ダブルバレルに近くはない性能だね。全然近くはないんだけど、まあ、安定性っていうか、なんか、あとかっこいいね。二丁拳銃かっこいい。ダブルバレル、あんま、ダブルバレルとかショットガンよりも見た目かっこいいから。まあね、二丁拳銃ね、かっこいいの好きな人はぜひ使ってみてください。今回こんな感じで終わります。おつー。